こんにちは、こんにちは、マジです。今回は青春の記録のヘオとサヘジュンどっちが好きかっていうのを語っていきたいと思います。今回は妹が声だけで出演してくれるんですけれども、ぶっちゃけ最初にね、どっちが好きですか？ヘオですか？お顔だけですか？お顔も。妹はヘオ、私はサヘジュンかな。じゃあ理由聞こう。なんでヘオ好きなの？かっこいい。まずかっこいい、はい、優しい。いや、間違いない、優しい。でも俳優さんだけしか見てないから。中身は確かにサヘジュンかもしれないけど、かっこいい。じゃあかっこいい一択ってことでいいですか？そうですね。パワーに対するジョンは重い。確かに紳士ではあるよね、ヘオね。反論タイムしていいですか？え、でもママの操り人形やん。これから打ち解けていくんですよ、きっと。今から、ね、自分の意思どこにあるんだろうな、ヘオって。けどなんかかっこいいな。でもいいんじゃん。え、なんかどのシーンが良かったとかないん？雨降ってて、傘差し出すとか、あー、なるほどね。基本的にヘオってスタイルすごくいいし、うん、なんかスーツとかさ、なんか細身の服めっちゃ映えるよな、うんうんうん。私なんでサヘジュン好きかっていうと、まず人となりがすごく好き、まあ、優しいのは大前提やねんけど、思いやりというか、なんか一番普通の人じゃん。浮世離れしてないっていうか、ほんまに普通の子やなって思う。なんかそれは話が進んでいってもなんか別におごることなく謙虚やし、あとならん詐欺ねやったっけ、めっちゃ焦った。ドラマのセリフのところがめっちゃ良かった。すごいかっこよかったし、スノボゴムさんが出てるような気がしてめっちゃ良かった。サウナにいたおばちゃま連中と一緒にサヘジュンファンクラブを設立したくなったぐらい良かった。まああとジョンにも優しいからね。あとお母さん思いなところも好き。常に周りに流されず自分の意見持ってるのも好きって素敵やなって思います、私は。あとはあれじゃない、その馴染み3人もめっちゃ良くない？ヘオとヘジュンと、あ、ジヌ君かわいい。ジヌ君かわいいよ。サヘジュンの画が強すぎる。あ、マジ？どういうところが？意見を持ちすぎて、あんま負けないじゃないですか。全然そう思わんかった。なるほど、そういう見方もあるのね。あとは？ヘオの妹とジンの声から。それは気になるところであるね。いや、お母さんよ、これ問題がね。うん。見どころっていうか。ちなみにうちのママが若干ヘオのママに似てるっていうね。世論的にはどっちが多いんやろな。めっちゃ分かれそうやけど。でもボゴム君も結構背身長高いのにさ、なヘアと並んだらめっちゃちっちゃく見えるやんか。ヘアのスタイル良すぎる。なあ、良すぎるんやんな、きっと。これからどうなると思います？ヘアもうなんか取り残されたっていうか、なんかくすぶってるみたいな感じやん。理想としては、うん、ヘジュンの刺激を受けて、ヘアがヘジュンと同じぐらい売れるようになって、うん、ハッピーエンドみたいな。あー、売れるようになってハッピーエンドか。そうやな、3人の友情と、あとジョンハとの関係も私は崩れてほしくないなって思う。え、なんか一番さ、理想のエンディングって何やろな、逆に。私が思い描く、なんかほんまにいいなって思う理想は、まあ、ヘジもバーンって売れました。で、ヘヨも自分の力で成功をつかみ取りました。で、ジヌも、まあなんだかんだ言いながらヘナと一緒に入れます。ちょっと性格悪そうな方も、落ちぶれはしたけど自分の道を見つけて頑張ってます、みたいな状況がいいな。あと、おじいちゃんがすごい有名になってほしい。ヘジュンのお父さんとお母さんも、なんか負い目を感じるみたいなことをすごい言ってたけど、自分たちの人生を歩めるようなエンディングやったら嬉しいな、視聴者としては。ジョンハとの恋愛面、うん、触れずに笑顔のシーンでみんな並んで、あー、ようあるやつや。それめっちゃようあるやつや。その先見せてってなるやつ。なんかなんやったら5年後とかもまでやってほしい。なんか最初さ、入隊するせえへんみたいな話あったやん。やからこそ、なんかじゃあした後みたいな、なんかうわ、入隊して終わる気してきた。あ、ヘヨが一旦リセットしよう、行こうみたいな感じになるんじゃん。で、ヘジュンも、もう休みたいみたいな感じになってたから、行って終わるかな。うん、頼むからちょっと、平気行きましたで終わってほしくないのと、あとみんな横、急にみんな横並びになって、スローモーションで、ファッって止まって終わるのやめてほしい。ファッ、青春の記録みたいな感じで終わるのはやめてほしいなっていう。皆さんの理想のエンディングはいかがでしょうか？ヘヨとサヘジュンどっちが好きっていうのと、理想のエンディング語ってみましたが、いかがでしたでしょうか？高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それでは、おしまい。